時刻は午後6時を終りました。2015年12月20日日曜日、イブニングアベニュースタートです。 はい。FM コ座お聞きの皆さん、こんばんは。この時間は、リスナーの中野町和樹さんこと、玉木和樹が、まあ、日曜日の夕方6時、自由気ままにお送りする番組、イブニングアベニュー、をお送りしてまいります。この番組でも、えー、メールとメッセージ、お待ちしております。メールアドレスは76、761-fm コザ .jp、761- ファックスは098934の8653098934のハローコザまでお送りくださいツイキャストユーストリームでも同時配信しております、えー、地上波76.1メガヘルツの電波が届かない地域の皆さんはどうぞそちらの方でお楽しみください早速リスナーさんからツイキャストの方に コメントは届いておりますまずはフランチェスカ・ルッキニさんが「こんばんは1個目」ということでそしてリスさんが「オスオラゴクド」<laughs> まったくよくわからないあのギャグ言,言ってますね今日も2枚目だなってあの多分私に言ってくれてると思いたいんですがまあうん2枚目ではないですね私ははいそして でまあリスさんのコメント反映されてないんですかねツイキャスではちょっとこちらではちゃんと載ってはいるんですけどもそしてリスさんから「今三重県四日市の公認のゆるキャラ頭に味噌焼きうどんのせている内臓ゆる子ちゃんを見に来ました」<laughs> 何ですかそれもうゆるキャラなんかご当地ゆるキャラっていろいろね全国各地ありますよねあのまんべくんだったりふなっしーだったり。 もう沖縄だったなんだっけエイボーってゆるキャラって言っていいのかねあんまゆるい感じしないけども南城市の南寺あたりはなんかゆるいよねはいまあいるんですね四日市あそっか四日市はヘビーリスナーのジェヒョンさんがいたところですよねはいはいはいあじゃあリスさんそこに行ってるんですねほうほうほうでルッキニさん 年賀状を受け取りましたかと来ていますが、はい、実は手元にあります、ツイキャストをご覧の皆さんには見えてるだと思いますけども、ちょっとあの住所が載っているので、下を隠しますが、はい、見てください、上に淡路バスの写真があります、さすがですね。 レッキンさんのセレクトこの淡路バス淡路エクスプレスかどこ走ってるんですかねこう兵庫とこの四国を挟むみたいな感じのですあのバスですかねはいもう明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いしますってことでもう <laughs> 来年分の年賀状を早速読んでしまったんですけどああ嬉しいですね年賀状早くも受け取りましたよ はいえー、っとルッキーニさんから三宮淡路,島間を淡路島を走っているということで、はい、あの上半分が白で下半分が藍色というか青ですかねちょっと濃いめのそういったバスの写真が入ってますね。そして グランチスカルッキーニさんから込めて「四日市にはコミュニティ FM があります」あありますよねえっとピッチ FM じゃない何だったかな思い出せないねえほ全国各地にありますよねこ今週も今週じゃない先週も確か新潟県に,に、えっと、2, つと2つか3つぐらいまたコミュニティ FM 局開局しましたよねもう300曲近くあるとは思うんですけども すごいですね、もうリスナーにとっては嬉しいですけどもあピッチャー FM カリア、カリアってことは愛知県かあじゃないんだね、間違えましたね、ごめんなさいお外にはこ,この後夜7時から子供の島キラキラのパーソナリティ下人さんがいますこんばんは、最近、はい、コメントよく見かけますよ、下人さんはい、よろしくお願いします、この後夜7時放送です。リスさん プロジェクションマッピングまで始めやがりました何だろうどこでプロジェクションマッピングだろう四日市の話かないや全国各地いろいろな取り組みされてますねはいじゃあちょっともうちょっと今日ねいつもだったら交通情報天気伝えてるんですけど今日ゲストいないんで いつもと構成が違うんですけども早速沖縄気象台の天気からお送りしましょう。沖縄本島地方と先島諸島は気圧の谷の影響で曇っています。そしてですね、二十日はところにより弱い雨が降るでしょうとの予報が出ていますね。また明日二十一日二十一日は南東の風後に北東の風で曇り。 波は1.5メートルになるとのことです降水確率は午前0時から6時までが10%午前6時から正午までが20%正午から午後6時までが30%午後6時以降は20%との予想が出ています明日朝の那覇の予想最低気温は19度日中の最高気温は25度に上る見込みですああもう先週というか まあ今日まで結構寒い感じだったんですけど沖縄はまた明日はちょっと暑くなりそうですね、日中の最高気温25度と出てますからね、またなんだろう、あの寒暖の激しい日が、ね、続きますね。さあ道路の状況も確認しておきましょう高速道路、沖縄自動車道は今のところ目立った渋滞、混雑はないようです。 一般道、本島中部の一般道はどうでしょうか、あ各地渋滞してますね、まずは、えー、ズケランからライカムにかけて、まあ、ライカム途中までですね、渋滞している区域があります、ズケランからライカム向け、そして北カグスクの戸口から維新谷に上ってくるまでの道路で、途中渋滞している区間があります。 西海岸茶短交差点は両方向で、えー、茶短交差点付近渋滞している区域ありますねまた、えー、大蛇名から前原大蛇名から前原にかけても渋滞しているとの情報が入ってきていますはい、沖縄市あの FM 小座があります国道335線中央パークアベニュー入り口は今のところ目立った渋滞混雑ありません車スムーズに流れております はい、この後も安全運転でお過ごしください。 はい、いツイキャストに続々コメントが届いておりますリスさん、えー、寒い、もうキムチだけ買って帰りたい、お前らゆるキャラはぬいぐるみだ,だから暖かいけど、見る側の気持ちを考えろということで、<laughs> まあゆるキャラさんもね夏は暑いはずですから、たまね、冬ぐらいはせめて、さあのね、えいい気持ちで。 こう遊ばせてもいいんじゃないですかそして内臓さっきのあの何でしたっけその四日市の謎のゆるキャラそれを見てて子供が泣いてたぞと <laughs> 確かにコンセプトがねコンセプトが怖そうですね <laughs> ルッキーニさん神戸空港の18時現在の気温は10度 那覇空港のじ、えー、同じ時間帯ですね。18時現在気温は21度だよという報告が届いております。そうですか。えー、沖縄と兵庫では、まあ、那覇と神戸では11度も差があるんですね。全然違いますね。リスさん、上山市のゆるキャラなんか形がワイああなんかちょっと大人向けなんじゃないかっていう、<laughs> まあいろいろね。もうゆるキャラ 本当にたくさん溢れてますから、いろいろね、こう目立とうとして、あるんでしょうね、いろいろなんか <laughs>、作る側も迷いが。さあ、それではあのメール届いておりますのでご紹介します。えー、こちらは、このメールは、おラジオネーム、コリの向こう側さんですね。はい。 早速読んでいきますね堀の向こう側は雪景色だった和輝さんこんばんはめっきり寒くなってきて、えー、冬,冬らしくなってきました先週は忘年会が2件あって、えー、ちょっと飲みすぎてしまいました、えー、和輝さんは「お酒はよく飲みますか?」という。 はい、いメールが届てますね。私は強くないですねもうビールちょっと飲んだだけでも言いますしあんまお酒も好きじゃないですしね私はまあでも父親は結構飲むんですよねなんであんなに飲めるのかほんと不思議なんですけどもはいメールの続きありますので読んでいきましょう僕はビールと芋焼酎が好きなので 青森の香りが苦手でなかなか克服できないですねあーちょっと気持ち分かるな青森自分もそこまで好きじゃないんだよな <laughs> なんか炭酸割りとかやると自分はもしかしたら飲めるかもしれないですけどでメールの続き「甲羅割りとかコーヒー割りは美味しい」と聞きますがそれでは青森の味が薄まってしまうからどうかなと思います飲むならロッカーなので酔いやすいのもありますね はいまあね、やっぱりお酒の好みもいろいろあるんですよね人によってふんふんえそういえば今週水曜日に FM やんばるの荒沢女子会にゲスト出演することになって緊張してます、まあ、楽しみながらやってきますでは体調管理に気をつけて頑張ってくださいとのことですはいそうなんですね FM やんばるのリスナーさんなんですよね堀の向こう側さんああそうなんですか水曜日ゲスト出演ですか いいですねよし、ユーストリームで聞きますよ、どんな感じの放送になるのか、ね、楽しみですね、ふむやんばるも今日もあも琉球新報の長官にあのジョバンニさんが、まあ、名護の,こう名護のなんとかイベントかなんかで写真が載っていましたけども、そしてツイキャスの方にもコメントが届いていますね。はい ルッキニさん私はお酒は一切飲まないし喫煙も一切しませんあルッキーニさんはお酒は飲まないんですねあ喫煙、自分もしないですね、もうお親と祖父母も,もかつて2人ともあのヘビスモーカーだったらしいんですけども、自分はあのね、にいがなかなかきついので、はい、私もタバコは吸いませんね。はい ラジオネームコガーさんメールありがとうございましたラジオネームあらさ女子会頑張ってくださいねさあスポーツの結果もお伝えしてまいりましょうまずはバスケットボール BJ リーグから今日はですね琉球ゴールデンキングスは阿部福島郡山でのゲームでした、えー、結果は93対78で今日は無事勝利を収めたということですね 九十三対七十八でキングス勝っております。その他の試合、石川対富山は七十六対七十一で富山が勝ちました。浜松対横浜は八十三対七十九で浜松が勝っています。岩手対島根は六十九対六十五で岩手の勝ち。長野広島は百十八対八十七で長野が勝ちました。埼玉対高松は七十対六十七で高松が勝利。 福岡対青森は71対66で福岡は勝ちました。大分対仙台は96対80で仙台が勝利。京都対秋田は79対67で秋田が勝ったという情報が入ってきております。続いて水球。中国で、えー、リオオリンピック。 リオデジャネイロオリンピックの出場権をかけたアジア予選がで、アジア最終予選が今開催中ですけども、まあ女子は残念ながら出場が、出場権獲得することはできませんでしたが、男子はここまで3連勝。えこの後ですね、日本時間の7時50分から開催国の中国と対戦して、こ、この試合での勝者が 来年のリオデジャネイロオリンピックでの出場権を獲得するということだそうでもし日本が勝利して出場を決めれば32年ぶりロサンゼルスオリンピック以来の出場になるということです、ね、水球ポセイドンジャパン、ね、ちょっとここで出場を果たしてほしいですね、まあ、あの水球といえば沖縄市も2010年の,あのインターハイの 開催地だったんですけどもまあそういう意味でもポセイドジャパンこの後ねあの皆さんご存知かもしれないですけどあのね中国側がテレビ中継を拒否してしまったということでこの試合見ることができないんですけどもねあできたら見たかったな <laughs> なんで中継できなかったんだろうまあそんな感じで この後もスポーツの結果いろいろお伝えしてまいります。 それでは一曲参りましょう。エミリーサンデーでイマジン。 はい FM グコからイブニングアベニュー生放送でお送りしておりますはい早速ですねまたメールが届いています本名 OK 今村さんからいただきましたわあ、これゆるキャラの写真ですかね子供トラウマなるわっていうあのー、えー、っとですね <laughs> メールが送られてきてるんですよ写真とともに。 なんかねもう棒がこうサンタクロースのサンタさんの格好をしてこう棒が上に突き出てるんですけど何なんですかねこれ全然意味が分からないですね確かにちょっとこれはよく分からないですね。<laughs> 子供めっさ泣いてるもうやめて四日市四日市もなかなか楽しいというか不思議な街ですね。 一応行ってみたいですねなのに2000人も集まっているんですよとへえすごいですよく集めますよね本当にさすがですよね本当にはいでですねおっとじゃあスポーツの結果またいくつか 伝えししていきましょう女子ハンドボールの世界選手権デンマークでは行われていましたけども金曜日に準決勝が行われましたオランダ対ポーランドは30対25でオランダが勝ちましたそしてもう一戦ノルウェー対ルーマニアは延長戦の末35対33でノルウェーが勝ったということですこれで12月20日、まあ、現地時間ちょっと何時になるんですかね12月20日の 現地時間夕方5時15分スローオフの決勝戦はオランダ対ノルウェーという顔合わせになりました、まあ、ノルウェーは確か2012年ロンドンオリンピックのえっと金メダルでしたっけ、うん、やっぱ強いんですね北欧勢ノルウェーといえばスルランとかいましたよねあのパリス・ヒルトンみたいな顔をしたあのハンドボール選手がねえ 見たいいでですすけどこれも中継ないんですよね2019年熊本でやるって言ってるのにねどっか衛星放送でもいいから放映取って欲しいいいですよねいい加減ね日本代表には沖縄県出身の選手もいるはずですしねちょっとネッ,トがネットで見られるとはいえねやっぱりこういったメディアに出るってことも大事だと思うので是非その辺りねハンドボール協会 放送局さんいろいろ努力されてるみたいですけどなんとか、ね、4年後いろんな人が熊本に行って応援できるような雰囲気づくりしてほしいですね私も見に行きたいと思いますよその時は2019年はラグビーワールドカップとハンドボール女子の世界選手権でねそしてあの女子ハンドボールは えっと、この大会が終わると、まあ、日本としては全日本総合選手権が愛知県で22日からかな始まっていくはずですでその後1月からリーグ戦が始まるということでこちらも、ね、注目ですねあそうそう水球もねさっき話ありましたけどもなんかジャパンウォータープロリーグといって2月今来年からかな2月から8月にかけての長期のリーグ戦が始まるなんていう噂も出ているので 球団体球技、本と目が離せないですね、どの競技も。もう今のうちから皆さんチェックした方がいいですよ、本当に。なんか、あのブームに乗っかって、まあ、それもいいんですけど、楽しいですけど、せっかくだったらね、こうお気に入りのチーム、選手を国内外で見つけて、はい、まあ、楽しんだり、応援したり、テレビ観戦したりと。 いろいろ増えていくといいですけどね。サルキニさん、来年は LCC を使って沖縄に行きたいですね。あもうぜひね来てくださいよ。で FM 小沢にもはねあば人あばれしてきてください。<laughs> ねえもう忘年会でも県外のリスナーさん確か誰だったかなあの AKB ファンさん彼も兵庫でしたね。あと茨城県かあの太郎ちゃんだとかあと名古屋の 名古屋の誰だっけちゃんおかさんでしたっけもう来てましたよね,ねこういったこう県外からも沖縄に来る一つの、ね、きっかけとして FM 小座がなってくれたら嬉しいですけどもさあこのほかですね今日も各地でたくさん試合やってますねおツイキャスそうそうありますねじゃあ一旦切りますかはい タイマー、えー、ツイキャスの更新をしております地上波では引き続き76.1メガヘルツでイブニングアベニュー生放送でお送りしておりますけどもはいツイキャス復活させましたよはいそう今日はですねラクロスとホッケーもですね全日本選手権カップ戦がありましたよその結果がそろそろ載ってるはずなんですが てますかね？今ウェブサイトを調べていますけども。男子の男子と女子の決勝。今日はえー、っと江戸川でしたかね？の陸上競技場で行われてるはずなんですが、ちょっと情報更新遅れてるのちほどお送りします。それではまたもう一曲お聴きいただきましょう。ポーターロビンソンで c オブボイス。 さあ、それではまたスポーツの結果いくつかお伝えしてまいりましょうラクロス全日本選手権今日決勝が行われました、えー、男子はですね日本体育大学対ファルコンズ、まあ、あの大学には日体大が大学のチャンピオンでファルコンズというのが社会人リーグ、まあ、クラブチームのチャンピオンだったんですけども今日対戦がありまして12対6でファルコンズが勝ちました一方女子の決勝は明治大学対 フュージョンの一戦で10対4で明治大学が2連覇を果たしたということですフィールドホッケーの男子の全日本選手権、えー、今日はですね、えー、親里ホッケー場でしたかね奈良県だったかなで行われているはずなんですけどもはいその決勝戦がありました、えー、天理大学対美濃島ホッケークラブ えー、レギュレーション、まあ、あのホッケーは、えー、15分かける4クォーターでしたかね最近変わったんですよね15かける4で,でそのレギュレーションタイムでも終わらずにですねシュートアウト戦まで持ち込まれて、えーまあ、1対1だったんですけどもその最後シュートオフ戦で3対1で天理大学が勝利し8年ぶり21回目の優勝ということで。 になりましたそしてバレーボールの天皇杯、まあ、サッカーでは、ね、天皇杯皇后杯盛り上がってますよね、昨日も澤選手が出る試合が BS1 でやるかなと思いきや別の仙台の会場の放送だったとっいうねオチがありましたけども、はい、バレーボールの天皇杯、皇後輩盛り上がってますよ今日はですね準々決勝が行われてますけどもさて結果が載っているかな。 はい、ウェブサイトに反映されている分だけお伝えしておきましょう女子アゲオメディックス対トーレアローズは3対0でトーレが勝ちました日立リバーレ対岡山シーガルズはフルセットの末日立が勝利しています、えー、また NEC レッドロケッツ対トヨタ車対クイーンシーズがえー3対0のストレートで NEC が勝ちました、えー、また男子はトヨタ合成対パナソニックは3対1でトヨタ合成が勝ちました 男子のお東海大学対堺ブレイザーズは三対零で、堺ブレイザーズが勝っています。また、JT サンダーズ対 FC 東京は三対零で、JT サンダーズがストレート勝ちを収めております。一応、スポーツの結果、まあ、この後も何か情報が入り次第、お伝えしてまいります。それでは、一旦、コマーシャルです。 はい、イブニングアベニュー f m コーから生放送でお送りしております。はい、時刻は6時40分を回っております。えー、っと、今日はゲストがいないので、ちょっとバタバタしながらですけども、気ままに自由に放送しているところです。えっと、音楽いくつかまたお送りしています、見ますかね。フォレストガンプのサウンドトラックで好きな曲あったので、ちょっとそちらお聴きいただきましょう。 てるかな。 うんまあ、あのフォレスト・ガンプ実は <laughs> 見たことがない,ないんですけども映画の音楽っていいですね本当ににあそうそうもうワ,ワンパターンですこちらもお聴きください はいツイキャスからコメントいくつか届いているので紹介しましょうあの大阪のリスナーひーさんが久しぶりにコメントを寄せてくれましたこんばんはということではいお久しぶりです、元気です、この間もピッチャーやりまして完璧に抑えてきましたということで、ね、草野球いい結果出せてるみたいですねああ嬉しいですそしてルッキーニさん沖縄の気温が0度になると沖縄内南ちはとしちゃうんじゃないのっていう話ですけど。 本当ねちょっと0度っていうと危ないですね、みんなあのあの薄着といいますか、本当に下手したら屋内でも、ね、体調不良になってしまうかもしれないですね、0度になってしまったら。まあ、久米島で確か1960年代に2.9度ぐらいまで下がったとっいう記録は見たことあるんですけども、ね、なかなか本島で0度ということはない。 な、まあ、なって欲しくない雪は見たいという思いはありますよ、もちろんでもさすがにねちょっと異常気象とはいえそういうことはなってほしくないなという気はしますね、まあね本州ど、本州どこも寒いですか、まあ、沖縄だったらね、ねちゃんとちゃんとというかその沖縄なりの気候であってほしいような気もしてきますけども、はい、そして、ひいさん映画のサントラいいですね壮大なイメージが広がりますよねということでリッさん 映画見たことないんかい、まあ、フォレスト・ガンプなんですけど見たことないんですよね自分映画あんま好きじゃないのでドーナツシ,シネバドーナツシアタードーナツかあの宮島さんがやっているそれの支配人に連絡しましたということでそうシアタードーナツは行ったことあるんですよあのドキュメンタリー映画えっとですね確かラグビーの映画とあとトライアスロンの映画見ましたけどそういうドキュメンタリー系例えば桜坂とかでやってるようなのは結構見に行くんですけど あのねどうしてもあのアクションとかねドロドロした恋愛とかもああいのあとサスペンスほらまああんまり好きじゃないんでねなかなか映画見る気にはな,なれないんですよね <laughs> こういったらダメかあのねエフの小沢のパーソナリティさんでも映画好きなか映画に関わってる方がたくさんいらっしゃるのでね申し訳ないですねでも本当ね色々出てきたので。 映画館、ね、さあの前、ご前ゴヤジュジうでしたオリオンとかありましたけどもまたそういった動きが復活してきてよかったですよね。で、ルッキニーさん、FM コーが c s r へのサイマル放送に加盟してくれたらいいんですけどね、ああ、そうそうか、サイマルラジオか、あれだと音楽もね、聞こえるので、ね、いろいろ申請だとかお金の面で大変なのかもしれないですね。でも本当 音楽中心の番組とかだと本当、さイまるあるといいんだけどな、例えば、チカシさんの番組だとかね、音楽中心の番組はぜひ、いつかそういったネットでも載せられる時代が来てほしいんですけども、そしてひいさん、僕も和輝さんの見方と同じです、ストーリーはよくわからないけど、音楽は知っているなんてことよくありますよということで、また、ジャマイカのボブスルネが、あー、はい、クールランニング。 クールランニングのサントラとかも未だに聴きまくったりしてます昔の作品ですなんですけどねっていう話ですけどそっかクールランニングって90年代でしたよね多分ジャマイカのチームがこうウィンタースポーツの世界に飛び込んでいく映画でしたけどもうそういったものが90年代もちょっと懐かしい部類に入ってきてるんですね いやーなんか不思議な感じがしますねさあ今日は私の勝手でいろんなまあ音楽というかねあの曲をかけてるんですけども次はアメリカの深夜トークショー去年の年末に終わった番組ですけどレイトレイトショーのクレイグ・ファーガソンのバージョンのレイトレイトショーのテーマ曲お聴きくださいはいちょっと待ってくださいね時間かかってます <laughs> レーレイトトショーの,あの、まあ、クレイグ・ファーガソンバージョンのレイト・レイトショーのテーマ曲をお聴きいただいていますけどもこの番組ももう終わって1年経つんですねで今の4代目司会者のジェームズ・コーデンもすっかり受け入れられてる感じですけども、まあ、この番組は AXN という、まあ、海外ドラマ専門の衛星チャンネルで放送されてますねおコメントというかメールが届きました SPC さんからですね <laughs> 一くんですよ。お疲れ様です。SPC からサラマンダーです。クリスマスが近いですね。まだまだ沖縄は気温が暖かいですが、私の心と財布事情は冷たいです。<laughs> 和樹さんはクリスマスの予定ありますか。<laughs> テーマが分からず脱線していたらすみません。大丈夫ですよ。テーマないですよ。はい和樹さんクリスマスの予定全くありません。まあまあ部屋掃除してテレビ見ることぐらいかな。まあ二 25日まだ F ・ m 講座番組やってますよね確か27日ぐらいから休みでしたっけまあそのあたりまでは F ・ m 講座聞きながらねコメントガンガンするんじゃないですかね <laughs> すみません適当な返事ででもう番組終盤に近づいてきましたまたスポーツの結果入ってきてますのでどんどんお伝えしましょうジャパンラグビートップリーグ、えー、昨日行われた試合では n e c n t t コムキャノン そして神戸製鋼が勝ちましたね山スは昨日敗れてたんですねああジュビロのホームだったんですけどもそっか43対14うん、まあ、神戸製鋼コベルコスティーラーズも強いですからねさあ今日行われた試合どうだったんでしょうか、えー、パナソニック対クボタは30対27でパナソニックが勝ちましたサントリー対リコー37対20でサントリーサンゴリアスが勝っています 東芝対近鉄は58対12で東芝が勝ちました、えー、トヨタ自動車機対 NTT ドコモは接戦,でした接戦だったんですね29対28でトヨタ自動車機が勝利したという情報が入ってきておりますねえ今年ねえ沖縄県争でもやりたかったですけどねまた近いうちできたらいいんですけどアイスホッケーアジアリーグえー、っとこ アジアリーグは三試合終わってますね。そうえー、また、もう一試合はまあついているようですけども、日本選手クレンズ対日光アイスバック、都市日光アイスバック。スは二対一で、えー、日本選手が勝っています。オージー・グルス対東北フリーブレイザー1、一対零で、オージー・グルスが勝ちました。えー、韓国のハイワン対、ロシアのサハリンは、八対二でサハリンが対象。アニャン・ハルラ対デミオン・サンムは、二対一で、アニャン・ハルラがリードしているという情報が入ってきています。 サハリンの試合ってどんな感じなんですかねちょっと見てみたいですよね、サハリンとか。なかなか行けそうな感じがしないんで。リッさんそうそう、リッさんはあの四日市で今、ダイソーにいるということなんですけども、スリッパを探してるようなんですが、なかなかいいものがな,ないらしくて、苦労してるみたいですね。そして、ヒーさん。 クールランニンニグ最後の滑りで途中でこけて止まっちゃうんですがスタートからこけるまでにかかっている曲を聞くと今でも続々ククしちゃいますということでね映画のサントラ本当いいですよね本当あれを作ってる人たちすごいなって思いますよあ,ああいう、ね、音楽も映像もそうですけど本当はね映画館行ってこう楽しむっていうのはあるかもしれないですけどどうしてもねお金払って 2時間そこに座って見続けるっていうのは苦手なんですよねこう家でこうソファにソファというか椅子に楽に腰掛けながらこうチャンネルサーフしたりし,してる人たちからすればルッキニさん今日は「下町ロケット」最終回ですあ今期もですね TBS の日曜夜9時台のドラマなかなか人気らしいですね視聴率もいいらしくてそっか か今日最終回なんですねなんか、もったいない感じもしますけどもね、全部のドラマ3ヶ月で終わっちゃうっていうのも、もうちょっと、ね、ストーリーに合わせて半年だったり、海外みたいにシーズン制してもいいんじゃないかなって気もしますけども、さイブニングアメニューは、生放送に関しては本日でお,おしまいです。今年の分は。あの でも、27日、収録分でですね、えー、毎週木曜お昼2時のアネラタイムのシーラブ、リンさんがゲストに出てきて、あの、お話ししていますので、ぜひそちらの方お楽しみください。この後夜7時から子供の島キラキラ8時から SPC がお送りします。リスさんの皆さんにとって素敵な一年になることを祈りながら放送を終えたいと思います。以上。 ラジオネーム、中野町和樹さんがお送りしてまいりました。皆さん、ハッピーホリデイズ、メリークリスマス、クリスマス、ハッピーニューヤーということで、さよなら